あのな、お鍋は被るもんやなくて、怖ーい。ウルトラマンティガ第27話、オビコを見たより。まあ怖いといえば、明日手術なんですよ、とうとう。ああ、とうとうね。いやまあね、こればっかりは時間が解決するしかないからね。まあなんとか頑張って行ってくるわ。頑張ってね。行ってきます。行ってらっしゃい。以上、桑田真希でした。ただいま。おう、おかえり。まあといってもね、もう実際1ヶ月くらい経っちゃってるんだけど。そうですね。まあ皆さん、明けましておめでとうございます。お、明けましておめでとうございます。お久しぶりです。和田摘智樹でございます。友人のタカです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、なんかね、もうお久しぶりっていうのが通例になってきてますけども、この和田摘智樹チャンネル、ねえ、まあね、というわけで4本親知らず抜いてきました。お疲れ様でした。いやー、ほんとに、いや、もうずいぶん昔よ。まあいろいろあって家を離れ、歯医者で奥歯を治療しようと思ったわけよ。ところがこの校内には奴らがいた。下の親知らずはやたらと攻撃的でな、半端じゃなかったぜ。こいつらとの戦いは。だが俺は勝った。そうなったら親知らずは従順なもんさ。マウスキング誕生ってわけさ。それで満足だろ。いや本当にマジでね、今回4本全抜きはね、いろいろ驚くところがありまして、まあもうそもそもね、手術の前にさ、術前検査があったんだけど、まあちょっとね、そっから術前検査からちょっとね、喋っていこうかなと思うんだけど、で術前検査行ってさ、まあ朝行って、で、まあ普通に予約してるからさ、普通にバーッと受付行ってバーッとやってさ、でまあ名前呼ばれてさ、はーいって言って言ったら、最初に先生からさ、そのノリのいい先生が急に、まあこれさ、まあここにちょっとマップ書いてるから、この通り、まずレントゲンとか取ってきてもらって、で次こうやって、まあスタンプラリーみたいな感じなんだけど、まあやってきてみたいな感じで。スタンプラリー、お、あー、まあ確かにスタンプラリーだなって内心聞きながら思ってたんだけど、こっちも、ね、あ、見てたなと思ってた。でまあ順番に、まあで最後に、まあ歯医者のところに戻ってきて、それを資料を渡すっていう感じだけど、でまあ術前検査それ待ってる間にさ、まあちょっと呼ばれる前にさ、それを呼ばれる前に、落ち着いて検査受けたかったから、先にトイレ行ったのね。でトイレ済ましてから、まあそうやって呼ばれて、スタンプラリーやってきてって言われて、まあ大事なことだからね、トイレ。そう、これでさ、安心して先生の話も聞けるしと思ってさ、ゆっくりね、で一発目にまあレントゲン取りに行って、で肺のやつとかバシャって取って、でその後に呼吸だったかな、肺のね、呼吸のやつ調べて、その後よね、その後血液検査とかやって、で同時に
入った瞬間に、その、次の部屋に入った時に、その、看護師の人からさ、紙コップを渡されて。うん。じゃあ、こちらお願いします。って渡されて。あれ？まさか。絶望よね。さっき、出しちゃった。まあ、和田摘陶器のね、ツイッターを見てくれてる人はね、なんとなくこれでわかると思うんですけども、前にもあったんですよ。このデジャブ。なるほど。なんか健康診断の時にさ、まあ、朝トイレしてから行こう、みたいな。一旦、つって。で、向こうに行ったら出、まあ、出るでしょ、みたいな感じで思ったら、で、当日全然出なくて、みたいな。やばいやばいってなって、みたいなことあったんだけど。まさかね、この術前検査に尿検査が含まれてるなんてね、俺知らないから。二度繰り返したか。知らないからさ。嘘だろと思って。どうしたのそれで。いや、もうさ、さすがにさ、まあ、でも頑張ればなんとかなるか、みたいなさ、まあ、頑張って何にもならないんだけど、一応紙コップもらってさ、いきなりさ、うん、すいません、さっきやったんでちょっと出ないですとは言えないから、とりあえず受け取ってトイレ入ったんだよ。うん。で、まあ、さ、ね、便器に向かって構えるわけだけど、まあ当然ね、当然もう数分前にスッキリしてますから。こっちはそうですね。スッキリしちゃってるからね、うん。そう。催してないんだよね。催してないのよ、もう全然。うん。うんともすんともね。ああ、これ出ないよーってなってさ。で、前回、その健康診断の時はさ、この紙コップね、置いてくださいよっていうさ、扉あるんですよ。ね。うんうん。で、そこがさ、もう5分に1回くらいさ、ガシャッガシャッってその扉開いて閉まるっていうのがさ、どうせかさ、うん、もうさ、早くしろよみたいな圧が見えるわけ。あれ、まだ来てないなみたいな圧が感じるわけよ。でも、今回限っては、まあそれはなかったわけで、ね、でも今回もありそうだ、それって思ってさ、いや、やべえ、また待ってんだろうな、これ、と思いながらさ。うん、いや、でもごめんなさい、出ないんだって、と思って。無理なんだって、と思って。したらさ、まさかのさ、後ろからさ、扉のトイレの前からさ、なんか、ちょっと声聞こえるの。なんか、ナースとさ、患者さんの、多分おばあちゃんだったかな、確か。あ、こちら今まだ人が入ってるので、みたいな。こちらの方で、みたいな。聞こえててさ。待たせてるー。うわーって思って。あ、もうダメだ、出ようと思ってさ、その瞬間に。うん。もう、ガラッと出てさ、いや、どうぞ、うん、みたいな。で、うん、何も入ってない紙コップを持って。うん。で、もうしょうがないから、そのまま、この看護婦のすみれさん、すいません。出ないっす。って。そしたら、あ、じゃあ先に採血しましょうね、みたいな感じで。うん。紙コップ一旦こっちに置いていただいて、あ、はい。で、まあ、こっからさらにまだ珍事件発生よ。うん、うん。まあ、で、じゃあ先に採血やりますね、って言われて、普段どちらで採血してますかみたいな。言われて、正直さ、まあそんな大した記憶ないからさ。まあ、採血そんなバンバンするような人生ではなかった。で、さ、過去のね、健康診断のこととか振り返ってさ、なんとなく、右だったようなとか思いながらさ、うん、まあ多分、どっちでもいいとは思うんですけど、まあ、普段は右手な気はしますね、みたいな。したら、じゃあ、右手で取りますね、って言われたのよ。うんうん、で、こちらのベッド、あ、ベッド、あ、違うわ、したら、座ってやったりとかさ、寝てやったりとかってあるんだけど、うんうん、俺の場合、こう、採血すると、血抜くと倒れる可能性があるから、一応寝ることに したのよ。うん、うん。普通に採血取って大丈夫な方ですみたいな感じになってさ、言われた時に、ああ、一応寝た方がいいかもしれないです。倒れたことあるんで。で、そのままベッドに、場所に行かされたの。うん、うん。で、カーテンの開き方が、明らかに、うん。左手なの。右側に、その、空間の、長方形の空間の、右側に、はい、ガラガラって開けて、うんうん。左側にベッドがあって、うんうん。で、右側に空間がある。うんうん。で、
なるほど、と思って、入って寝転がった瞬間に、あれって、うん、これどうやって右手で採血するんだって思いながら。ああ、そっか、枕の位置がね。そうそうそう。あ、なるほど、なるほど。ん？って思って、右手で取りますって言ったよね。うん、え、どうやって取るんだ？ん？って、空間ないけど、って思って。そっ、左、うんうん。で、とりあえず寝転がってさ、スーってやったら、もう何事もなかったかのようにさ、じゃあ、取りますね、ここを閉めますね、って左手持たれて。あれ？さっきの質問は？もう、面白すぎてさ、その瞬間さ。あ、さっき。え？と思って。さっきの質問何だった？と思って。あのやりとりは。同じ看護師さん？そう、全く同じ看護師さん。あー。で、じゃあ、チクッとしますよーって言ってさ、うんうん、されて。あ、本当に左手で行ったと思ってさ。最後まで左手で行ったと思って。で、その時にさ、まあ、いや、デジャブなんすよね、みたいなさ。感じで、もう、看護師さんとも話しながらさ。いや、前にもあったんですよ、健康診断で。うんうん。あー、みたいな。そしたら、後で無料の水があるんで、って。自販機が、ここど、どこどこに自販機があるんで、って。それ使って、ちょっと水飲んで、ちょっとやってみてください、みたいな。なんで、採血終わって。で、ちょっと場所分かりづらいんで、自販機の場所案内しますね、って言われてさ。で、案内してもらって、水一、とりあえず紙コップ一杯飲んでさ。で、うんうん、次の、その、入院オリエンテーションみたいな感じで、説明受けるところに今度行って、まあ、そこでもね、まあ、事件が起きまして。もう3連続よ。うん、多いな。尿検査からの採血からの、で、次のオリエンテーション。説明受けるだけで何事件が起こるんだと思うんだけど。うん、まあ、いろいろね、こういう必要なものがあります、みたいな感じで、まあ、いろいろ説明受けてたわけですよ。まあ、こういうの持ってきてください。これはいらないです、みたいな感じで。で、入院着の話になったの。で、まあ、パジャマが、こちらで用意しますかっていうのと、まあ、お金はかかるけどね。用意するか、うんうん、自分で買ってきて用意するか。うん、うん。どっちがいいですかねっていう風になって、あー、どうしようかなーっていろいろ考えてるときに、私って、まあ皆さんね、ご存知だと思うんですけど、このチャンネル見てる方は多分ご存知だと思うんですけど、まあ、リゼロのレムがね、好きじゃないですか。あー、はいはいはい。じゃないですか。存じ上げてます。はい、うん。で、私ね、有料アプリのね、レムのアラームをね、目覚ましアプリをね、使わせていただいてるんですけど、そのね、問答をやってるときにね、突然、おはようございます。恥ずかしい。ってなって、ちょっと待ってくれと思って。ちょっと恥ずかしいよ、さすがに。切り忘れてるとか思って。うん。病院内はね、マナーモードにしなきゃいけないんじゃないの？いや、してたのよ、マナーモードに。貫通したの。あ、貫通したんだ。そう。マナーモード普通に貫通するやつだったのよ。で、うん、はっと思って、やばいと思って、慌ててさ、携帯閉じてた。いや、もう すいません。やってたけど、看護師さんも、うんうん。うん、全然大丈夫ですよ。うわー、フォローされてるーとか思ってさ。もう、ね、もう、これだけでもさ、もう一歩にできるくらい、もう、濃い内容のね。うん。オリエンテーション。深い傷を負ったと。うん。もう、術前検査でなんか、いろいろあったわけですよ。うん。で、まぁ、結局、まぁ、その、オリエンテーションが終わって、で、最後、まぁ、もう一回ね、入院のついての説明みたいな、その、お金の話だったりとかっていうのを説明受けて、で、最後、まあ、もちろん、ね、尿検査が残ってますから。ああ、そうでしたね。うん、後回しにしたやつがね。後回し残ってそろそろ催したかな。うん。で、一杯飲んだけど、まあ、全然催さなくて。ああ。で、とりあえずじゃあもう一杯飲んどこうと思って。うん、うん、うん。あまり飲みすぎも良くないと思うからと思って。一杯だけ、もう一杯だけ飲んで。で、やばい、出ないって思って、催さないと思って。どうにかないかと思ってさ、うん、もう、ねえ、ないよ。スマホで、催す方法を調べたの初めてよ。
ああ、もうね、あれですね。もし食事中の方がね、いらっしゃいましたらね、もうね、申し訳ないんですけれどもね。まあ、多分この動画ちょうどね、18時台くらい多分上がってると思う。ちょうど夕飯くらいだと思うんだけど。おい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 、時間ちょっとずらそうぜ。まずいって。いやーもう、初めてさ、何か川のせせらぎを聞いたりとかさ。でそういうの聞くんだと。全然聞かねえよ、そしてと思ってた。やってたけど。な。術前検査だよね。濃くない？なんか。そう、術前検査なのよ、これ。何してんの？と思って。本当に。本当何してんの？と思って。あのね、術前検査が始まる直前にトイレ行ったばっかりに。うん。で、出なくてさ、やーべー。でもまあ出ればね、ちょっと待つしかないもんなーっつってさ、待ってたらさ、もう、看護師さんの方からさ、部屋からスーって出てきてさ、どうですかって。私みさんって。どうですかつって。ああ。いやー、正直内心その時はもうね、全然出る感じなかったんだけど。うんうん。もう来ちゃったからさ。ちょっと頑張ってみます。で、部屋入ってさ。まあ、その時はね、難なく、うん、頑張ってみるか、つって、言ったらさ、まあ、出たから、うんうん、あーと思って、せーって思ったんだけどさ、よかった、終わった、と思って、これで、もうやっとね、スタンプラリー終了ですよ。うん、終わって、お疲れ様でした。もう、術前検査終了です。で、その時にさ、まあいろいろ他にもさ、先生に聞こうかなと思ったことあったんだけども、本当に最後スタンプラリーのやつそれ渡したら本当に終わりで、うんうん、あ、歯科での説明とかは別にないんだ、みたいな、だったのよ。で、あとはもう手術を待つのみっていうことね。うん、うん。で、まあやっと、当日ですね。当日です。まあ、入院のね、ものを用意してさ、朝早く行って、で、まあ部屋とか案内されてさ、あ、ここで今日一日泊まるんだって思いながら、入院するんだって思いながらね、うん、まあいろいろあって。で、困ったのがさ、うん。これね、みんなね、ちゃんとね、これ待ち、これだけは絶対持ってった方がいい。うん、これね、病院の病室に、まあ、個室を選んだんだけど、うん。ハンドソープ、石鹸とか、なくて、うん。病院なのに、なくて。いや、病院だからないのかもしれないけど、わかんないけどね。なくて、個室のトイレに。あ、ないって思って。これね、まあ、そんなにね、なんだろう、手洗ったりとかって気にならない人だったら別にあれなんだけど、気になる人はね、もう絶対持ってった方がいい。うん。うん。ないから。いろいろ後悔する。うん。気になる人は。で、まあ、部屋入ってさ、あーつって荷物置いて、まあ、9時半からだったかな、手術が開始で、まあ、それまでね、まあ待ってたんだけど、病室で。いつ着替えたりすんのかなとか思いながら。で、そしたらね、続々と、まあ、今日関わる先生が、まあ、いっぱい来るわけですよ、部屋に。まあ、そんなに来るんだ。もう、で、今日、担当の何々です、みたいな、で、挨拶、みたいなのが始まってさ。うんうん。で、今日、その、鼻の入れる管とか、そういうなんか、まあ、いろいろね、まあ、写真撮らせてもらってもいいですかとか、そういうなんか、いろいろ。とかまあいいですよとかってとかでまあいろいろそっから時間になって着替えて行きますかって言ってうんうんそしたらねもう本当はさなんつうの自分の中で想像してたのはドラマとかではよくある感じの手術室みたいな感じなのかなって最初思ったのちょっと思ったら、意外とすっげえ、こじんまりとしてた、部屋で。おー。うん。あ、こんな感じなんだ、って思ってさ。で、じゃあ、ここに寝てもらって、みたいな感じでさ。もう、うんうん。緊張してます？とか言われるんだけどさ。
まあ、正直手術自体には緊張してなかったの、全然。うん、全身麻酔だし、うん、まあ全然問題ないだろう。麻酔チクってするかどうかはぐらいなんだけど、それも別に怖くないしって思って、なんもないなと思ってたんだけど、あの周りにいる大人たち、うん、が多くてああそんな大人数だったんだ。もうあこんな感じなんだって思って、そっちで緊張したよああもうそしたら緊張してますよねみたいな、いやもうしてますねみたいな、なんか手冷たいっすねみたいなって。で、まあ、あの、こういうマスクみたいなのもかぶされて、うん。で、じゃあ、ちょっとチクッとしますよ、みたいなで注射パサって刺さる。そう。最初、ね、その時、なんか採血、血抜くっていうように聞こえてたんだけど、その時には。聞こえてたんだけど、俺には。なんかこうポンポンポンって手首とか叩いたりとかいろいろ確かめて、じゃあ行きますみたいな、ちょっとチクッとしますねって、でチクッとするときはチクッとしますからねって看護師の人からも言われてたの。うんうん、その瞬間ね。で注射パスって刺されて、うんうん、刺された直後にじゃあチクッとしますねって看護師の人が言っていや、あのワンテンポ遅いってワンテンポもう刺さってます、刺さってる刺さってると思ってチクッと来てからチクッとしますねって言われてもと思って、うん、遅いって思って、まあ、別にいいんだけど痛くはないから別にいいと思いながらって、別にそこ怖がってないから別にいいんだけどと。でその時にそれが全身麻酔だって思ってなくてまだ、うん、まだまあだんだんね眠たくなってきますんでみたいな感じで、だけど刺された瞬間に、うん、え、これって全員が経験するのか分かんないんだけど。うん。待って、むせちゃって。え？いきなり。ってなって。なんか分かんないけど。うん、で、あ、大丈夫ですか？ってなって。あ、いや、大丈夫です。みたいな。だって、え？何今のって思いながらさ。まあ、え？電子麻酔ってかかって思ってないから。電子麻酔来てると思ってないから。むせるもんなのか？注射刺されて。どうした俺？と思って。で、なんか、全身麻酔、なんとなくさ、自分の中で耐えてみようかな、どこまで耐えられるんだろうと思って、どこまで寝ないでいけるんだろうって。多分みんな気になるところだと思うんだけど、自分思って、まあ、なんとなく、抗ってみようかなって、ちょっと気持ち思いつつ、うん。思ってたの。そしたら、いやもうね、あれってね、すごいわ、不思議。あのね、耐えるとかそういう問題じゃない。ああ。うん。あのね、あの徐々に眠たくなってきますよとかそういう話じゃないんだよね。一気に意識消えんの？そう、いきなり意識なくなる。びっくりした本当にびっくりした。え、刺されてからどんくらいで？いや、多分ね5分も経ってないかもしれない。マジか。うん、本当に刺されて、うん、あーでも眠くなるのかな。いやでも何も感じないな、別に全然いけるって。え、本当に寝るこれ大丈夫いけるよ俺これとか思ってた時に、うん、次の瞬間にはもうバンって意識なくて、そういうものなんだ。そうだから、あのね、起きてるとかそういうものじゃない、うん、強制シャットアウト、強制シャットアウト、本当にびっくりした。なるほどね。うん、で、ま、意識が戻ったのは本当に手術が終わって移動中っていう感じか。あ、移動中、へぇ。うん。なんか、ガラガラガラって、あの、移動してる部屋に移動してるっていうのだけ、うんうん、時にちょっと意識戻って、ああ、終わったんだ、って思って。で、ベッドに、バンって、移されてさ、せーの、ドンって移されて。で、その時にね、しんどかったのがさ、ま、声は別に出そうと思えば多分出したんだと思うんだけど、でもなんか、うんうん、まだぼやーんとしてて、こっちと意識がさ、ぼやーんとしてて。で、うん、ただ、暑いっていうのだけはすごいわかるの。暑い？そう。暑くて暑くて。で、暑いのに布団かぶされて、そのまま、パッて。あ、体が暑いんだ。そう。暑って思ってるのに、もう布団バッてかぶされて、しっかりと。で、うん、聞こえてきた言葉が、うん、
じゃあこのまま2時間後ぐらいまで安静にさせておいてもらってっていうのをそのまあね、医者と看護師同士の会話で聞こえてきて、ちょっと待って、うん、え2時間嘘だろ無理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 、だって俺今意識あるんだからだと思ってたらちょっと2時間こんな待って寝れないってとか思って死んで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 とか思ってえとか思ってで、まあでも意識ぼんやりしてるからかその2時間まあ意外とあっという間でうん、すぐさーって先生っていうか看護師かな来て大丈夫ですかーみたいになって はい、うんうん、大丈夫ですみたいな感じで起きてでそっからまあ完全な入院生活みたいな風になるんだけど、うんうん、ここで驚いたのが麻酔科の先生がそっからまあ時間経ってから来て意識とか大丈夫ですか歩けますか大丈夫ですかってなって、あ、大丈夫ですねってなって。なんか変なとこないですかってなって。で、その時は喉がさ、やっぱりちょっと、なんつうの、乾燥してる感じっていうのかな。うん。うん。ちょっと変な感じがあって、喉ぐらいだなってなって。まあ、それはそうですね、みたいな。まあ、やっぱり管刺してるから。ああ、そうだよね。そう、なんか、抜く時におえってなるって言ってたじゃん。うん。で、じゃあ、多分とりあえず大丈夫そうですねってなって。で、その時に、あれ?って思って。それまでずっとまだ管ついてるもんだと思ってたから、自分で。思ってたんだけど。うん、先生が、じゃあ、大丈夫そうですねってスーっていなくなってさ。まあ、多分管抜いた時の、まあ、やっぱりあれがあると思うんで、みたいな感じでさーって言われた時にさ、え?管抜いた時、うん?あ、抜かれてんの?って思ってさ。いつ抜いた?そう、いつ抜かれたの?俺って思ってさ。えぇ?え?と思って。まあ、そんなに意識もう、ぼやっとしてんのだ。そう、だから、もう、管入れられるとか、抜かれるっていう感覚は一切なかった。だから、管出し入れの感覚は一切ない。本当に。本当に、手術終わって、ああ、いつ抜くんだろうな、いつ終えってなるんだろうって思ってたのに。もう、すでに抜かれてる状態だっていう、目覚めた。うん。気づきもしなかったってことだもんね。そう。一切気づかなかった。いやー、すごいな。ねえ、まあそっからはね、まあ普通の入院生活っていうか、感じなんだけど、いや、まあね、まあね、なんか、時間潰す方法がさ、やっぱりもうスマホ見てたりとかさ、するしかなくてさ。うん。で、あとね、その何が一番きついってやっぱ手術後だからさ、うん、なんかねすごいなんか自分の感覚的には唾がさこう唾液が溜まってこうあらはらはらはらみたいな感じの喋り方になったりとかしてたんだよ最初、うん、で看護師の人からちょっと唾出しますみたいになって出した時にさ自分で見て踊れたもんね、うん、全部血うわぁ。うわぁ。唾液じゃないと思って。あ、これかと思って。そっから地獄よ。これが一番地獄。もう、数分に一回、本当にもう血ヘド吐くっていう感じ。うわぁ。うん。もう。なんかね、あんまり飲み込まないでくださいとも言われてた。あ、そうなんだ。うん。出してくださいね。言われて。ああ、つまり出さなきゃいけないんだ。まあ、そう、すらそうか。とか、みたいなさ。うん。で、出してんだけど、この出す作業がもうほんときつくてきてて。うん。数分に一回だからさ、寝るに寝れないしさ。うん。別に。で、やっぱ、手術中もさ、やっぱり、意識はなくなってるけど、寝てる状態だしさ。いやー、とか。でずっと寝てるもんだから別に眠くはないし。うんうん。なんか基本的にはだるくて寝れるっていう感じだと思ってたんだけど、なんかまああんま寝れなくて、別に普通に起きたりとかしてたので。まあ、あとはね、手術後のせいなのかはわからないんだけど、普段よりトイレも近くて、非常に。
んか行きたくないのに、もうここで終わらせたいなって思ってるのに、今日一日のトイレはここで終了って思ってるのに、さらにプラス2回ぐらいあるみたいな。そっから。なんだこれって思った。で、自分の感覚上さ、正直その、じゃあここから自由にしてていいですよって先生に言われてはいたんだけどさ、なんか、病室から出ていいものなのか分かんなくて、正直。うん。あんま分かってなくて、いいのかな、出ても。と思ってで、なんとなく出ちゃダメの方に、ちょっとまあ、意識振っとこうって思ってさ、部屋の中にいようと思ったけど、トイレした後にさ、やっぱり部屋にさ、ハンドソープがないっていうのをさっき言ったと思うんだけど、ないから、まあ、廊下のとこのさ、トイレ、うん。そっちには絶対あるだろうなと思ったから、そっちに、さ、手洗いにだけ行くっていうさ、工程を踏むかと思ってさ、まあね、何回やったかと思うぐらい、もう5、6回ぐらい、計5、6回ぐらいはね、多分それやったんだけど、忍者のようにさ、もう、カパッて、壁にさ、スッてやってたら、ナースステーションの方チラッて見て、なんでそんなことやってんの？スッて言って、大丈夫そうだなって、ゆっくりのその方行って、で、戻ってきて、みたいな。ああ、バレなかった、バレなかった。なんかバレ、多分別に何も言われたいと言われたいと思う。いや、言われないよ、さすがに。それは。何も言われないと思うんだけど、なんとなくなんか怖くて、わかんなかったって。で、その日のさ、時間を潰すためにさ、もう、夜、9時半とか、もうなんか10時、いつも10時半くらいに、その前、そのタイミングの日ぐらいには寝てたから、まあ10時10半には寝ようって。うんうん思って、それまでなんとか時間潰そうと思って、動画でも見るかと思って、動画も見たりとかしてたんで。で、そしたら夕飯来たんですよね、そっから。動画を見て、なんかこう、時間潰してる間にさ、6時ぐらいだったかな。うん。コンコンって、失礼しまーす。ご飯でーす、みたいな感じで来てさ、え？と思って。いや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 、待て。俺、4本抜いたんだよって。ちょっと待ってくれよ、と思って。出るのかと思ってた。え、待って、今のこの状態の俺に今飯食えっつってるって思って。え？と思って。で、さすがにさ、え？と思って。え？食えますかみたいな感じになってさ。まあ、頑張って食べてみてくださいって言われて。はい？と思って。で、出てきたのが、まあ、おかゆとさ、まあ、なんか、オッケーなのかななんか、まあ、サマかなサマかの、うん、魚、うんうん、ホロホロしたやつとかと、で、まあ、お味噌汁と、みたいな感じで。え、待って、これ食える？大丈夫？と思って。大丈夫。まあ、時間かけて食ったね。全部食った方がいいんだろうな、と思いながらさ。いやーと思って。その間も別にさ、紙幣と止まってないわけだから、言うて。あー、きついなー。なんとか、こう、あれしながら。で、ね、水飲みながらとかさ、しながらさ。で、途中でね、ご飯、夕飯のちょっと前ぐらいだったかな。ナースの人来てさ、うん、コーヒーじゃねえや。麦茶いりますかって言われて。なんかお茶いりますかって言われて。あー、うん、しかも、あったかいお茶ね。言いますよ。うん。あったかいんだ。うん。で、自分で、あやたか持ってきてたから、最初いらないかなと思ったんだけど、うん、今この状態であったかいもの飲んだらどうなんだろうって、ちょっと好奇心もあって、単純に。飲んでみるかと思って。あ、欲しいです。つって。で、もらって、そしたら、出てきたんだけど、まあ、なんかコップに注いでもらってさ。で、うん。匂いがさ、すっごいコーヒーなの。おろ。なんかブラックコーヒーのそれでさ、匂いが。うん。で、あれ？って思って、お茶って言ってたよね。ん？って思って。で、グイって飲んだらさ。うん。その瞬間はさ、もうやっぱコーヒーなのよ。なんとなく。うん。ブラックコーヒーっぽいな、って思って。うん。って思ったんだけど。二日
だったかな、なんか次の日もコーヒーだったかな、なんかもらった時にもう一回飲んだんだけど、その時は、ね、うん、あ、やっぱり麦茶だなってなってた。うん、鼻の嗅覚までバグったかと思いながら、舌までバグったかと思ってた。もうあれ、ホットの麦茶にするとあれコーヒーっぽい匂いするんだね、あれね、麦茶って。わかんないけど。ああー、なるほどね、そういうことか。うん、ま、香りは結構ね、味覚のね、重要なね、ところ占めてるって言うからね。で、なるほど、そういうことか。でさ、やっぱこう、まあ、飯食い終わってさ、なんだかんだ夕方戻って、で、時間取りながら動画見て、トイレ入ったりとかで、ね、何回も しながらさ、で、あ、もう寝たい、もう寝て今日一日終わらせたい、で、トイレもその忍者みたいなやつでもうトイレ行きたくないと思ってこれでもう終わらせたい、うんうん、でも終わらせながら、もう確かね、8時半とかもう9時半ぐらいだったかな、もう夜ですよ、私の暇つぶし方法ね、とある動画を見ていたんですけど、とある動画、はい、とある動画を見ながらね、時間を潰してたんですけど、まあ普段私ね、夜寝るときってなんかまあゾッとする話だったりとか、まあ、なんか怖い話とか聞きながら寝るんだけど、ああなるほど、うんうん、まあ、そんな感じでさ、はあ、よしと思って。本コアをね見て時間を潰すっていう流れになりまして、病院でそれは怖くない普通に怖くないそれは。で、まあ本コアのね、何を見せた、まあこれね、本コアの何を見せたかなんですけど、まあ、うん、知る人ぞ知るやつなんですけど、まあ実家は田舎だったので怖いやつやん鍵をかける習慣はありませんでしたって始まる訪問者ってやつなんだけどうん、怖いやつやん、うん、これをまず一発目にね、まあ、かましまして、で、もちろんスマホでさ、まあイヤホンとかで、うん、聞きながら、うん、見てたんだけど、だいたいさ、本校ってやっぱ一本さこう見るとだいたいいい感じに30分とか時間潰せるからさ、うん、見てたんだけど、で、それだけ見てもさ、なんか物足りなくて、で、なんかないかなと思ってさ、本コアのシリーズ探してるさ、したら、あ、そうだと思って、まあ、カラオケとか見ようかなと思ったんだけど、いや、と思って、何を思ったのかさ、阿部寛さんのね、出てるやつなんですけど、なんてやつだったかな、なんか、指輪の話なんですよ。指輪だね。トイレに突っ込むやつでしょ。あ、そう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 。あれを見て、あれなんだったかな。巡回する看護婦のやつを見て、なんでそれを選択したね。病院にいるんだから病院のやつやろみたいな感じで。いや意味わかんない。そんなさ、相乗効果みたいなさ、やるもんじゃないって。何をね、しまったのか分かんない。病院のやつ。何やってんのってなるよ、それ。そう、まあ。ね、普通に、それを平気で見て、で、あ、見終わったら、つって、トイレ入る、またトイレ行くか、つって、トイレ行く。で、10時になった時に、じゃあ、消灯しまーす、みたいな感じで、10時なんだ。で、トイレこれ行きたく、こっから先行きたくなったら困るな。しかも消灯ってなるとなおなんか外出にくい空気出るしな。嫌だなって思って。どうしようと思ってさ。でもそれでもやっぱりさ、普段だったらもう行かないんで住めるんだけどさ、行きたくてしょうがなくなってさ、それで。ああ、消灯後行くしかねえなと思って。で、2回ぐらい消灯の時出てたんだけど、看護婦がさ、こう、看護師さん、どれぐらいのスパンで巡回するのかなと思ってたから、内心。でも、まあ寝ながらさ、もうトイレ来たから寝る、俺はもう寝るんだ、つって。まあね、寝まくった人ですから、寝れないわけですよ、別に。眠くないし、言うて。で、寝れなくて、
でもとりあえず目つぶって。そしたら、まあ、その時にもさ、まあ、さっき言った通り、まあ、ゾッとする話を聞きながら、寝てたわけですよ。人形で。うん、よく寝れるな、それで。しかも、イヤホンするとさ、まあ、寝返るって、まあ、基本的には多分寝返りちょっとね、出後の体の感じ的にちょっと打ちづらかったりもするから。うん、うん、うん。それはあんまり心配してなかったけど、でもまあ耳、こう、やっぱり横にするとですね、イヤホンあったら邪魔だからさ、もう、マジで、単純にスマホからさ、もう、直で音出る状態で、ちょっと話を流して寝てたんだよね。で、まあ、内心ちょっとさ、これって、あれだよな、看護師巡回に来るんよな、って、内心思いながらいたんだけどさ。うん。恐ろしいことするね。12時になってさ。うん。カーテンがガチャガチャって開いて。あ、巡回来た、って思ってさ。思いっきり、ドットクル、怖い話流れてんの。うん。でさ、俺の思った巡回ってさ、カーテンガシャって開けて、うん、あ、なんてもな、そうですね。ガシャって言って、まあ、次行くって感じかなと思ったんだけど、うん。ガシャって開いて、気になったんでしょうね。なんか音鳴ってるって、うん。中まで入ってきて、うん。スーって、トモキの、この、俺の、寝てる顔の方までスーってこう、身をさ、うん、かがませて、ちょっと、スーって、俺の方見てんだけどさ。うん。まあ、向こうはともきが目開けてるって言ったら気づいてないとは思うんだけど。うん。なんか覗いてんなっていうのはちょっと気づいてた、こっちもさ。ああ、どうだ。で、ああ、なんともないか、みたいな感じで戻ってってさ。で、あれこれってもしかしてさ、こっから巡回もしかして全員中入ってくるのかと思ってさ。ちょっと、うん。ええなんかめんどくさくないって思いながら。で、あとこれ、巡回のタイミングっていつだって思った時に、もうその一回で判断したの。10時に消灯で12時に来たってことはこれ2時間おきじゃねえかと思って。ってことは、12時、2時、4時、で、6時。うんうん。ああ、そういう感じじゃないって思って。でもまあ全然出れんくて出れんくてさ。あ、次、またガシャって来て。うん。したらさ、来るのかなと思ったらガシャって開けて、ガシャって閉まってそのままいなくなって、うん、あれなんてまあまあまあやり方人それぞれあるんだろうね。ああそれもあるんだ、うん、ああなるほどね、まあ、別にいいんですけど、むしろその方が助かるんだけどとか思いながら、うん、でもその間もさやっぱり血ヘドが溜まるからさ寝れないわけ。ああなるほど。そう吐き出さなきゃいけないから寝れなくて、そう、いや寝れねえ寝れねえと思って、で結局、その2回目の巡回が終わったタイミングでちょっと寝れて、うん。4時の巡回だけちょっと記憶がないみたいなくらいで。そう。で、6時ぐらいにまあ起きてさ。で、まあ、その日入院終了っていうさ、なったりとかしてんだけど、まあ、その、寝てる時にもね、まあ、また別のことがありまして、意味わからんことがありまして、割と。まあ、意味わからんっていうか、なんだこの先生はっていうのがあったんだけど、なんか、手術終わってから、うん。なんだろう。なんか、右手は痺れてて、なんか、軽く。え？そう。ピリピリピリってずっと痺れてて、力入んない。うん。ギュッてに、なんかあんまり握る力が全然握力なくて。で、足も力入んなくて。なんか気持ち悪いみたいな。うん。うん。で、熱のせいかなって、もう体温上がってたから37度とか、術後で。おぉ。かなっていうのもあったりしたんだけど。で、一応、採血の時間っていうか、ある、点滴か、点滴の時間があるから、その時に、まあ、その看護師さんに、ちょっと手が力入んないですとか、足がちょっとどの子もって、みたいな。言ったりとかしてたんだけど、うん、まあその時はじゃあちょっとベッドのその足のね角度とか変えてみましょうかとか、水分補給ちょっとしてみ、ちょっと多めにしてみましょうかみたいな、なんでお茶ちょっと頑張って飲んでみてくださいとかなって、で そこはまあそれだったんだけど、で夜もう消灯終わった後、消灯後
の2回目の巡回が終わった後だったかなぐらいだったんだけど、まあ、その時にもう、まあ、麻酔が切れてっていうか、もう痛み止め切れちゃって、痛くて、ナースコールさ、しようかどうか、すごい悩んだの。うん。痛かったんだけど、まあ、ワンチャン我慢できそうな痛みでもあったの。いや、どうしようかな。これで呼ぶのか、って思いながらさ、多少我慢してさ、しながらさ、やったんだけど。いや、でも寝れねえしな。すいません、と思いながら呼んでさ、で、痛み止めもらって、で、ついでに、その、手のこととかもう一回言ったのね。そしたら、うん、あ、じゃあちょっと先生呼んできます、つって。あ、わかりました。そしたら、まあ、先生来てさ。まあ、今まで見たことない先生来たの。おー、うん。で、なんだろうな、と。そしたら、その看護師の先生にさ、まあ、ちゃんと説明してくれてるわけ。うん。で、点滴打った時に、まあ、こういうふうに言われ、ね、言ってて、悪くないってなったりとか、で、消灯のタイミングでも、同じことあって、あんま良くなくな、良くなくて、つって、まあ、いろいろちゃんと説明してくれてさ、ちゃんと説明してくれてて。うん。もう、思われきその通りって思いながら、そしたら、先生の一言。なんもしなくてよくねみたいな。え？ん？みたいな。様子見？みたいな。あ。あ？と思って。ん？と思って。なんだこのやる気のない感じはとか思って。え？めっちゃさ、もう看護師の人は熱量を持ってさ、説明してんの。うん。もう。ああ、すげえ、なんとかしてくれようとしてんだなっていう気持ちがすごい伝わるくらい熱量を持ってね、なんか全然違ってね。うん。それが、ね、なんか、まあ、いいんじゃねみたいなくらいな感じで流されて。うん。は？い？ん？なんて言いましたって思いながらさ、今。なんて言われたんだ、今、みたいな。気のせいかなと。うん？そんな対応されることある？と思って。まあ別にいいんですけど、と思って。別に、ねえ。え？別に寝れないわけじゃないっすよね、みたいな。で、最悪寝れなかったら、まあ、一応薬出しますんで、みたいな。になって。あ、まあ、そうっすね。じゃあ、様子見ろってことっすね、みたいな。はい、わかりました。そのまま。何もされず、うん、うん、痛み止めだけ飲んでとりあえず、うん、はあ、マジ嘘だろと思って、マジかと思って、そんなことあるんだと思って、うん、まあよくあることだったのかもしんないね。多分この場合は様子見経過観察で大丈夫かなっていう。そう。だこっちとしてはさ、その様子見をさ、うん、その看護師の人と2回様子見してるからさ。うん。で、その時看護師に言うまで、俺自体が、さ、一泊間置いてるから、実数3ターン分ぐらいあるわけよ。うん、正直。こっちからしたら3ターン分ぐらいあるわけ。ターン数的には。そう。そしたら、4ターン目、様子見って言われて。みたいな。あ、まだお茶逃がすんですね、みたいな。なるほど。で、最悪寝れなかったら、こっちで睡眠、ね、薬出すんで、まあ、睡眠出すんで、はあ、そうですか。みたいな。まあ、しょうがないよな、と思ってさ。まあ、仕方ないわ。うん。まあ、そんな感じでね、4本抜いて、手術終わって、入院終わってって感じでね。まあ、怒涛のあれだったんだけど。うん。もう、
いろいろハプニングやら何やらっていう感じで。まあ最終的にはね、まあ、その入院明けの朝のトイレで、もう一回ね、尿検査のカップを渡され。またやったんだ。そう。尿検査必要なんで。嘘だろ。もう、その日はトイレ行きたくなかったんだけどな。と思いながら、まあでも行くか、トイレ行ってさ。うん。で、まあ、朝からまた忍者よ。朝忍者。別に出ても問題はないと思うけどね。ないと思うよ。で、戻ってくるときにちょうど勝ち合って。ああ。そこで初めて最後の最後にバレて、気づかれて。その時になんか、うんって。看護師の人が、うんってさ、なんか咳払いみたいなのしてさ、あれ、なんだこれなんか咎められてんのかってちょっと思いながら。あれって思って。そんなことはないでしょ。なんで部屋の中にトイレあるのにって思ったんじゃない？うん、な可能性はあるなって。まあ、言われたらさ、うん、まあ、理由答えるだけだから、まあ、いっかと思ったんだけど。で、あ、カップ終わりましたよって渡して。尿検査終わりました。うん。いやまあね。で、もちろんさ、その日もさ、朝ごはんバンって出されてさ、うん。今日もあるんかと思ってご飯また出てきた。厳しいなぁ。マジかぁと思ってた。まあ、ね。食うかと思ってた。それもまあ、時間かけて食ったけどさ。うん。まあ、その時もかゆつをさ、っていう感じだったけど。うん。まあでも、結論最終的に、手術前に言われてた、うん、その、不安、材料になるようなところが、まあ、一個も起きなくて。それは良かった。うん、その、おえってなるとかはなかったし、あと、リスにもならんかったのよね。うん。なんか、腫れなくて。うん、うん。まあ、ほとんど。うん。で、ちょっとミスったのがさ、その術前に写メ撮ろうと思ってたんだけど、自分の顔の一旦ビフォーアフターみたいなので、うん、ビフォーをちょっと撮っとこうと思ったんだけど、本当に部屋に通された後からさ、マジでそのなんか写真撮る時間はなんとなくあったんだけど、さすがに ある厳密にはあったんだけど、なんか気分的にそんな余裕なくて、まあね、気持ち的余裕がなくて、なんかあれみたいな感じで、ついそのまま手術ってなって始まって、あやべ撮るの忘れてた。だったんだけど。うん。まあ、そんなに、あれもしなくて。リスになってるって言われてたのにな、とか言いながら。で、まあ、切ったところとかの説明とかも、まあ、もろもろ聞いたりはしたんだけどさ。まあね、やっぱり、寝っ転がってるやつはすごかったらしい。うん。なんかね、先生同士の会話でさ、その時はね、まだぼやんと意識してる時だったかな。うん。に、聞こえてきてたんだけど、かなり、露出してましたからね。じゃあ、閉じると。神経だいぶ露出したっす。そう。え？と思って。ね、そんな、ゴリゴリに？みたいな。そんなのするぐらいあれだったんだと思った。いや、まあそうだよなと思ってさ。そうなのかなって、うんうん。で、一応術後のね、様子見のやつでさ、まあ、もう一回、ちょっと部屋、こっちの部屋に移動してくださいって言われた時にさ、まあ、そこで見てもらった時に、また先生がさ、かなり、神経ロスしてたんで、みたいな、再度説明してさ。また同じこと言ってる、相当言ったんだろうなぁ、とか思いながらさ、なんか恐怖心だけ、術後に煽られてってるなぁ、みたいな。なぜか、と思いながら。で、その、様子見の話の時もさ、まあ、なんか変な先生というか、まあ言ってることは正しい先生なんだけど、まあ見覚えのない先生がいて、もしかしたらその先生が、さっきの夜、呼ばれた先生なんじゃないかっていう説もなきにしもあらずなんだけど、
じゃあちょっと術後のね様子見ますので、ちょっとこちらに来ていただいて、でその時マスク外してて、うん、で先生もその時も自分その時はマスクしてないけど気づいてなくて、うん、で部屋に移動して、じゃ一旦ちょっとこちらの椅子に座って待ってていただいてっていう時に、その扉のところにこう突っ立ってたもう一人の先生が一言、うん、マスクは、なんだろうね、その感情のこもってない感じっていうのかな、こうなんか剛速球で投げてきた言葉がみたいな、うん、そう、マスクはみたいな、こう伺う感じじゃないのもうね、うん、マスクは、え、怒ってらっしゃるみたいな感じの、いや、まあ、感情表現が苦手なタイプな感じなのかなとか思いながら、そしたら、うん、さ、ともきよりも先に、うん、その会社の先生がさ、はぁ、あ、ってなってさ、うん、すいません気づいてなかったみたいな感じなんですすいませんねっつって、あ、トレーニング戻りましょうかみたいなって、あ、はいみたいな、すいませんみたいなってさすいませんつって言いながら、トレーニング戻ってマスク2つって、あれ後々にね、あれ、あの先生ってもしかしてあの先生かみたいなさもしかして、うん、あんまりそこ顔覚えられてなかったからさ、あれだったんだけど、うん、だから、まあ、まあ手術自体はね、術後と入院っていう感じはもうね、だからそんな感じで、まあなんか濃い内容を過ごしてきたというか、うん、というかね、まあでもなんやかんや、まあそれでね手術は終わって帰ってきたわけですけども、まあね、すぐね動画撮れるかって言われたらね、そういうわけでもなくて、やっぱり、うん、いやー、最初はね、その1日目2日目術後当日と次の日は別に、うん、まあ言うたら痛みとかが痛み止めても止まってるし、まあ、特に、なんか、何にもない感じだったんだけど。で、3日目、4日目くらいかな。うん。の、その週の、まあ、金、土、日だったかな。うん。もしくは、木、あ、木、金だったかな。木、金だ。まあ、どっちでもいいんだけど。の、その、まあ、3日間。3日間。が、やばいきつかった。おー、具体的には、あのね、左のこめかみ部分。ああ。の、頭痛っていうか、うん。が、痛いのか。えぐいきつくて。うん。うん、寝れん。痛すぎて、と思って。そう。ロキソニンもらってるけど、みたいな。ま、もう、もらった分全部飲み切ってるし、みたいな。うん。ただ、なんか、ロキソニン飲むと、一応、さ、副作用でさ、その、腸が荒れるっていうかさ、うん。もあるから、飲んだら飲んだで、頭痛は収まるんだけど、今度、お腹気持ち悪くなってくるっていうか、痛いわけじゃないんだけど、みたいな、なんかちょっと説明が難しい感じになるわけ。なんか、うーって、こう、なんか、ずっと、なんつうの、ちょっと、ほんのちょっとの力で、溝落ちを軽く押されてる感じ、常に。あー。しんどいね。そう。そういう感じのあれがお腹に来て、あ、やばい、きついきついきついってなるわけ。だから、ロキソニン飲んで頭痛治すか、みたいな。ロキソニン飲まずに、こう、頭痛だけこう、受け続けるか、みたいな。でもまあ、板挟みだね。でも頭痛の方がき、あまりにもきついから飲むんだけど。頭はね、やっぱね。その3日間が、もうきつかったね。うん。で、食べれるのは、本当に硬いもん食えないから、うん、真面目に本当に食えないから、これはね、親知らず4本抜いた人、に皆さんおすすめですよ、食べれるもの、親知らず抜いた人が食べれるもの、うん、チーズ蒸しパン、あ、あ、意外といけるんだ、蒸しパン、蒸しパンです、あとは、うんうん、卵ふかしパンみたいな。ああ、うん。蒸しパン系いけるんだ？蒸しパン系大丈夫です。もちろんちゃんと牛乳と合わせて
うん、で、最初これすごく楽だなと思ったけど、後半考えると正直まあまあでも食えたってやつ、うん、そうめん、そば、あ、うん、そば、そうめん、冷や麦、麺類、まあでもね、うん、ラーメンは熱いからやめた方がいい。あ、うどんとかも厳しい、うん、厳しいと思う、うん、やっぱりそば、そうめん、うん、細いやつがいいんだね。細めの方がいいと思う、うん、あのもうさらっと食える感じがいいから、うん、うん、そっちの方が絶対いい。で、逆になんかやっぱご飯とかは、うん、結構きつい。まあ口が開かないって言ってたしね。そう、口開かんのよ。うん、本当に麻酔が切れたからとか、そういうあれじゃなくて、単純に本当に口が開かないっていう。うん、そう、だから大体それかな。あとね、まあアイスもまああってよし、うん、うん、あってよし。まあお腹膨れるかどうかは別として、うん、食えるものじゃ食える。うん、アイスは食える。甘いもの中心になりがちね。なるね。うん、プリンとかゼリーとかも全然問題ないし、うん、うん、あとはやっぱりウィーダー系、インゼリー系、うん、うん、これはね、もうぜひインゼリー系はもうおすすめしたいね。これは確定。もう噛む必要がほぼないからね。ないし、ただ一つだけデメリット、うん、ギュッてこう飲むもんだから、うん、吸う時のこの あれで、まあ、手術したところが刺激されると。そう、刺激されますっていう、うんうん、ストロー系のやつは結構共通してそこきついもんね。ストローだから絶対やめた方がいい。だからなんかインゼリー系はさ、まださ、こう、うん、短いじゃん、うん、そうだね、そう、スタートと、ね、手口が。だけどストローだと距離があるし、結構吸う力も結構強くなるから、うんうん、ストローはね、使うのはね、やめた方がいい。あれはやめた方がいい。うん、あれは絶対やめた方がいい。でも無理。うん、有益情報だね。ストロー案外いけると思うかもしれないけど、いっちゃダメ。うん、うん、ダメ。吸うのがきつい。吸うのきつい。意外ときつい。びっくりした。スプーンとかで口に運べて、トゥルンといける系がおすすめだ。うん。やっぱ、あとね、本当にチーズ蒸しパンとか、本当に卵蒸しパンとか、本当に。うん。やっぱりちぎって食べれるし。うん。うん、あ、本当に前歯だけで食べなきゃいけないの。うん、うん、前歯とそこの下の、ま、本当に下と上の前歯だけでこうリスみたいにこう削り取って食べるみたいな感じだから。うん、うん、うん。硬いものは絶対無理だしね。なるほど。硬いものは絶対無理。うん、とんかつとか多分絶対無理。まあそうだろうね。サクッていった瞬間にもうビリビリビリって。無理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 って。うん、うん、うん。完全にそれは無理。うん。うん、だから、術後はそんな感じかな。うん。だから、本当にその3日間だけがえぐくて、うん、うん。そっからは大丈夫だったんだけど。で、この、これもね、有益だと思うんだよね。うん、うん。4本抜いた人が絶対怒るかと言われたら多分違うんだけど。その親知らず抜いた人で最初この頭痛、うん、頭痛ってこの神経やっぱり刺激しちゃってるから、うん、引っこ抜いてその神経からこう伝わってここの頭痛につこめかみにつながって頭痛来てるのかなって思ってたんだけど、うん、手術後終わってでまあ家で帰ってきてさ、こう過ごした後に最後もう一回病院で見せるって時に、まあ、こうだったんですよね、お腹ときつくて頭痛きつくてっていう感じでさ、うん、抜歯に行く時にあれだったんだけど、どうやらね、神経から来るって皆さん思いがちなんですけどって、うん、筋肉痛ですって言われる。え？頭が？そう。
力入ってたってこと？だからこう手術とかその麻酔とかでの時に、うん、無意識にこう力が入っていた可能性がある、うん、そんなことあるんだ。そう、だから先生もさ、唯一これだけの時はきつかったって言ったからさ、うん、で術前に説明されてたその、ね、リスになるだとか、うんうん、そういう親ってなるだとかとか、そういう不安要素みたいなもの、うん、に関しては痛みだったりとかに関してはなかったけど、うん、その頭痛と腹痛っていうか、うん、だけがやっぱきつかったってなって、いやーそうですね、じゃあ頭痛とかの方もそれケアできてたらよかったですねってみたいになったんだけど、頭痛は筋肉痛とかちょっと見てみますねって言われて、じゃああのつってこう押してみますね、痛いですかみたいな感じでこう触られて、うん、いや、あちょっと痛いですね、あー筋肉痛ですねって、もうほぼ確定みたいなくらいで言われてさ、頭頭痛あるん、なるほど、で筋肉痛あるんだ原因として。だからこれ手術終わった人におすすめしたいのが、うん、その後に先生からじゃあ2週間校内トレーニング校外トレーニングだったかな、うん、やってくださいって言われて、うんうん、まあ、キュンデスポーズをするのね、まず。キュンデスポーズ。指で？そう、指でキュンデスポーズを作って。急に指。そう。で、親指を前歯に押し当てて、うんうん。で、人差し指を、まあ、下の歯に、して、うんうんうん、で、親指を、グッて上に、親指の力だけで、うん。まあ、口を開くと。うんうんうん。で、限界だなって自分が限界だよって思うところのちょっと上っていうのかな、それもちょっとだけ力入れるみたいな、うんうん、入れて、まあ、10秒お待つっていうのを、うんうん、まあ、10回やるみたいな、10回だったか、3回だったかっていうのを、まあ、3セットやってくださいみたいな、1日、うん、って言われて朝昼晩ってやるみたいな感じさ、必ずやってみてください。うん、なるほどと思って。で、もしそれでも治らなかったら、おそらくまあ筋肉痛じゃない、で、神経になると思うので、もう、うちの領分じゃなくなってしまうので、うんうん、神経科に行ってくださいっていうふうな、ふうに促されたんでね。うんうん、で、まあ、このトレーニングをやってさ、続けてたら、まあ、確かに治ったんよ。筋肉痛だったんだ。そう。なんかね、本当に初めて1週間とかかな。まあ、最初のうちは痛かったりしてたんだけど、まだ続いてはいたんだけど、そう。1週間ぐらいだったかな、大体。うん、続けて1週間ぐらいからだんだんもうほとんどなくて、もうやめてもいいかなと思ってたんだけど、まあ、とりあえず一応ね、1週間必ずやってくださいって言われたから、一応ちゃんと一気に続けて、うん、いや、そう。だから、手術終わったら、やった方がいい。うん、なるほど。うん、一応やった方がいい。すぐやった方がいい。指で押すで、効くんだ。うん、前歯を。なんかね、やっぱり、この、咀嚼で、こう、顎の筋肉っていうかさ、この筋肉を動かす。うん、だから普段、この小前髪の筋肉って、こう、まあ、口ってそんなに開かないじゃないですか。うん、うん。だから、結構なりやすいんですよって。あ、そうなんだ。なるほどね。だから手術終わって家に帰ってきましたよってなった、その家に間の期間は、うん、もう、あらかじめ、もう自分でトレーニング、やっちゃった方がいい。正直、意外と2週間って長いですし、これめんどくさいですし、うん、長いね。トレーニングめんどくさいですしで。うんうん、そう、だからね、このトレーニングは絶対親知らずこれから抜く人、うんうん、やったほうがいい。このトレーニング、まあ、じゃなくても普通になんか頭痛に悩まされてる人、もしかしたら筋肉痛の可能性もあると。ああ、あるかもしれないかもね。それもあるかもしれないね、うん、いや、びっくりだな、うん、神経じゃないっていう、筋肉っていう、筋肉痛、ええー、と思ったから、ここの筋肉痛って何、うん、って思ったから、最初。
いや、全然イメージなかった。ねえ。そう。まあね、そういう感じのね、本当に、親知らずでございましたよ。あ、本当にね、お疲れ様でしたと。1日いなかったりとかさ、本当にそういうのがあってさ、まあ完全にもう、まあ、今のところずっと余談だったみたいなもんだんだけどさ、まあさらに余談なんだけど、うん、ねえ、ちのちゃんにはね、こううまくやっぱりかまってあげられてなかったからねえ、まあいろいろね、そう間接的なお世話しかできなかったから、やっぱり術後終わったとしてもさ、頭痛だったり、うん、なんか 水取り替えてあげる、とりあえず餌だけ入れとくくらいなお世話しっかり気に来て、直接ね手に乗っけてあげたりとか、そういうお世話できなかったから、なんかブレちゃったのかわかんないんですけどまあね、その後はね、まあ別の動画見ていただければ情報がわかると思うんで、まあね、しかもね、その歯医者終わってよで、あ、治ったなと思いまして、うん、ね、で痛みもなくなってよ、うん、まあ、あとはもう、ちょっとは、ね、歯茎がね、その、埋まってくるのを待つだけよ、みたいな。うん、うん。まあ、そんな期間ですよ。ああ、終わったな。さあ、この動画を撮りますか、皆さん思っていたわけですよ、私は。ちゃんと。ちゃんと思っていたわけですよ。で、ね。そんな折ですよ。まあ、映画見に来まして。札幌すすきのに映画館ができて、まあ、そこにね、まあ、とある映画を見に来まして、まあ、次の日ですよ。次の日じゃないや。ちょっとした後ですよ。2日3日ぐらいですよ、もう。ね。なんか、寒いなって。なんか体寒いなって。なんか似てんな、みたいな。なんで熱出た？なんで風邪ひいたそこで。なあ。取るって言ってんじゃんって。なんかわからないけど、何かしらそこでもらった可能性が高いと。そうなんですよ。そこでしかもらう、ね、場所がなかったんで、むしろ。まあ、というわけで、ね。取るって言ってんだろうって思ったんだよね。とりあえず、じまいでね。12月いっぱい。年が明けてしまわれたということで。うん、意外とね、あの、5日間ぐらい、この風長引いてね。本当に。しかも、しょっぱなからね、鼻と喉がやられたりとかしちゃってね。喋るどころの騒ぎじゃなかったんで。うん、ようやくね、まともに物食べられるっていうタイミングでね。そうなのよ。ようやくまともに普通のご飯食べれるってなったタイミングでいきなり倒れてまた食えなくなるっていう、うん、ふざけんなおいってなって、うん、そう考えると本当に散々だった。12月なしたのよと思って、うん、肌から見てて何があったんだろうっていう感じだったね。そうで、12月って、あの、12月の頭ぐらいだったかな、母親もさ風邪ひいて倒れてさ、熱出して、うん、なってて、まあそれで、それを引き継いで、ね、兄が風邪ひいて、熱ひいたしてなってて、で、後半、まあ手術終わって、ね、帰ってきて、ああ、やっとご飯食えるなってなって、映画見に行って、ね、そしたら、兄貴がもう一回ね、あの、熱出して、あれ、なんか、まあ、兄とね、まあ、一緒に、映画見に行ったんだけど。うんうん。先にね、兄が熱出したもんだから、あれあれと思いながら、ね、自分もね、これはって、正直思いつつね、いたんだけど。次の日にさ、自分も熱出したもんだからさ。うんうん。どうなってんだと思って。おい、どうした ?12 月と思って。で、風邪ひいて。で、風邪ひいたからさ、余計にさ、風邪って、ハムちゃんにもつるから、うんうん、最初はね、あの、それこそ今流行ってるね、コロナだったりとか、インフルだったりとか、その時流行ったから、まだ。今もコロナだったのかな、うん、多分、インフル流行ってる。日本も流行ってると思う、うん。だから、それかなって思って、それ、多分、打つの嫌だと思ってさ、自分と同じ部屋で
いるからさ、部屋から出て離れたりとかしてさ、生活してるから、なお、ハムちゃんとのさ、こう、関係性がね、ほとんど、なんか、ね、今、Bluetooth のスピーカーの音鳴ったんだけど、今は無視してます。ああ、その音か。うん。Bluetooth が切れた音が鳴ったんだけど、まあ、それはいいんだけど、それでね、まあ、ハムちゃんがグレたのかね、なかなかね、手乗りしてくれなくなったりとか、ご飯食べなくなったりとか、いろいろあってね。あれハムちゃんも風邪ひいたのかな、体調悪かったのかなみたいな。住人がどうしたと思って。全滅したんだけど、うちの家族。みたいな。そう、なんか体調悪くなってるけど、全員。どうしたと思った。本当に。なんだろう。まあ逆に言えばね、まあ去年で悪いやつを全部使い切ったみたいなところはあるかなと思うんですね。まあ、こんな感じの、ね、親知らずだったんですけど。うん、大変だったね。プラス風邪ひくっていう。うん。うん、あ、きつかったわ。だから、まあ、親知らずね、全身麻酔でやる人はね、そんなに怖がなくていいと思うんで。ああ、そうだね。さっきの話聞いてる限り、もう何も気づかなかったっていうね。うん、ただ、本当に、唯一びっくりしたのが、本当に手術終わって、手術終わって、家帰ってきて、すぐだったかな、本当に。ま、あるニュースがね、こうスマホに流れてきて。まあ、俺と全くね、同じ、親知らず4本、同時抜歯の手術を全身麻酔でやるっていう男の子が、まあ、ちょっとね、亡くなってしまうっていう事件があったらしくて、そういうニュースが流れてきて、ね、自分はさ、ね、自分の親知らずの時はさ、自分で親知らずごときがみたいな感じでね、初めてさ手術行きますみたいな話した時にね、親知らずだよねみたいな体の感じでやってたけどさ、いや、ワンチャンあったんだな、やっぱりそういう可能性あるんだって思ってさ、それで、ああ、そんな、親知らず程度じゃないんだなって思わされたね。だから、親知らずかよとか、ね、みんな思う人もいるかもしれないけど、親知らずをバカにしちゃいけないってことですね。そりゃあ、あんだけ同意書書かされればだと思ったわ。ああ、結構書いた。3枚ぐらい書かれたと思うんだよ。最終的に。そりゃそうだよなって思ったね。まあね、一応、体にメスを入れるわけだからね。ちょっとね、ビビらせるわけではないんだけど、やっぱり、そういう、やっぱり危険は、やっぱりあるんだなって思ったかな。あれはちょっと衝撃的だったね。やっぱり自分と全く同じ状況で、しかも、ね、俺は終わった後でさ、もう、それを見たわけだから、え？多分、それを、ね、術前に見てたら、ちょっと、普通で余裕っていう感じでは多分いられなかったかもしれないし、普通に。緊張とかっていう話じゃなかったかもしれない。その時は。さすがに動揺してたかもしれない。本当にタイムリーだったからさ。っていう話だったんですけど、まあ、最後ちょっと重たくなっちゃったんですけど。まあでもそういう危険性はね、親知らずにちゃんとあるっていうことはね。親知らずバカにしちゃいけないぞと。手術である以上はね。そう、バカにしちゃいけないぞってことはね、ちゃんとここでね、伝えておこうかなと思いまして。というわけで、まあね、長々とね、1時間ぐらい多分喋ってきたかなと思ったけど。多分それ以上だ。まあね、またね、まあ、こんな感じで、
まあ、喋る動画がいつまた次上がるかは分かりませんが、まあね、今年もね、ぼちぼち動画はね、撮っていこうかなと思ってますんで、よろしくお願いいたします。お願いします。まあね、今もう頭の中で何言おうかなと思っていろいろあったんだけどさ、今。全部抜けたよね、今ね。喋ろうって思ったことは今あったんだけど、あ、なんだっけ、思い出したわ。まあ多分、思い出すまで多分カットになってるんだけど。まあね、一応ね、100人記念の時にね、なんか、今年中に登録者が、500人 ?1000 人だったかな、確か超えてたら、顔出ししまーすみたいな、ね、ことはね、言ってたと思うんですけど、まあ、ある意味ね、ありがたいことに、そんな数字はね、到達しなかったので、ちゃんとね、最後にね、絶対するなよ。言ってた甲斐があったのかな、わかんないけど、皆さん守っていただいたかもわかんないけど、したくて良くなったということでね、今年もそれか、今年もね、そんなあれはね、今年はね、今年に500行ったとか、1000行ったからつって、顔出しとかはね一切考えておりませんので、今のところ今のところ考えてないので、それが最後に言いたかったことか。これだわ。これ言いたかったことだ。一応ね、ちゃんとね、一区切りとして、区切りとして、一応ね、言っておかなきゃな。ここで言うなって感じなんだけど。はい。というわけで、また、次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。バイバイ。